こんなもんです。本日初メイク、あ、そうそうそう、今日すっぴんだったんですよ、ずっとね。こんばんは。そう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 、チコちゃんチコちゃんチコちゃん、なんかさ、直近で2回も会えるんかもしれないよ、チコちゃんと。え、めっちゃ嬉しい。え、なんかさ、え、めっちゃ嬉しすぎるんだけど。え、本当に嬉しい。なんでなんだろう、本当に嬉しいんだけど、ひゃー、なんか神様ありがとうってか。いや、そりゃ、そりゃさ、嬉しいよね。だってKMTたちもみんな嬉しいんじゃない。だってさ、あのさ、チコちゃん、ゆうがチコちゃんと仲良くなってるからさ、みんなもさ、チコちゃん好きってなってるでしょ。なんか最近はそれこそ新潟の書店にチコちゃんの写真集を探しに行ったりとかすると、どっかしらの雑誌にはチコちゃんのグラビアあって、マジですごい。
これもチコちゃん乗ってるで、ここにもチコちゃん乗ってるで、今月もチコちゃん乗ってるでってなってるで。前髪はここにいる。新潟の食べ物期待してるみたい。あ、そうなの？一緒にご飯食べに行きたい。それはダメか、それは無理かな。次の日。え？28でしょ。29公演だけどね。どうしよう、チコちゃん。なんか会いたい会いたいってギャー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 言ってたら会える機会が2回も。言霊だね。本当にやっぱりやりたいこととか夢とか目標とか
欲望とか口に出してた方がいいんだね、やっぱり。神様は誰の味方、立場はっきりしてよ、私の味方なら見えないように応援して偶然が大切、わざとらしいのは NG、 どこかでばたり会いたい、待ち伏せするなんてダメダメ、体育館とかバスの停留所、ショッピングモール自然ではない場所で、彼を大好きなライバルたちだってきっときっかけ探してる、さあ急いで。神様は誰の味方、立場はっきりしてよ、私の味方なら見えないように応援して、作戦なんていらない、支えてほしい、奇跡が起きたように、とびきりの笑顔を見せたい、氷で空を見上げ、ぐつぐついてるこの想い届け、言霊になって、何もなければ友達、何かが始まればステディ願ってるだけじゃ卒業、間に合わなけりゃ片思い、渡り廊下とか駅のホームとかファミレスとか意外すぎるタイミングで、彼もびっくりして立ち話したくなる、そんなサプライズ欲しいのよ、お願い。神様が味方につけばもちろん何でもできる、すべて思いのままで、何があっても私の勝ち、失敗はありえないわ、しなりほどに二人の運命なんてどうにでも書き直せるわ、雑誌の占いページ開いてつぶやく、この恋は必ずうまくいくはず。
これは乃木坂さんのユニットっていうか、依田さん、山下さん、久保さん、大園さん、つけて大地を蹴れ、すべてを断ち切り、あの柵を越えろ、自由の翼をすぐに手に入れるんだ、気持ちから手こわす、すれてこ、ここじゃない、ここじゃない、ここじゃない、どこかへ、決めていたよ。世界とは常識の内側にあるって、無理してみても何もいいことない、大人たちに教えられてきたのは妥協さ、空の盾に向かい
ちょっと。これ前歌ったことあるよ。なんかアイドルの、アイドルのあのパフォーマンスの映像とか見ると、なんかアイドルモチベがすごい上がる。オーディションの映像とか、歌えるっけこれ。誰かに何かを言われて、ここから動きたくなんかない。場所が好きだから、今僕は自分の足で立ってるんだ。間違えた。限られた大地には多くの人たちがやってきて、何度も争ったけど、境界線なんていつの日か消えてゆく。それぞれの話す言葉とか信じるものが一つじゃなかったとしたって、最後は分かり合えるだろう。太陽はどんな時もこの空にあげる人を選ばない。平等に愛とぬくもり与えてくれるんだ。悲しみの熱い雲に覆われたとし、お互いのその場所を認め合い向き合ってたっていいよ。共存をしたことでどこかにも仕掛けができたなら、譲れることはないか、光はどこにあるか話し合えばいい。言葉にした愛の発音は違ったって、優しい気持ちになれるのは同じ人間だから。太陽はただ輝き、眩しく見上げる人に微笑んでる。この世に存在するだけで希望を持てるよ。
だけ。好きな曲なんだけどね、どうもリズム感が合わなくて。昨日そう、欅坂さんのねライブ映像をね見たんですよ。だからねもう完全に頭が、いや音程は取れるんだけどリズムは取れない、残念ながら。難しい。メンフェスありがとう。そうなんだよね、メンフェスね、平日だからさ、みんな来れるかなって思ったけど、みんな意外と来てくれるみたい車ないと行きづらい、うん、気がする。え、でもな、あ、でもな、小千谷駅から、そう、小千谷駅まで電車とか、
なくなった。どれだけ待てば暗闇の中に光さすのだろう。想像上のジェラシーの鳥羽を広げながら、その真実疑うように重たくのしかかって、あの夢に流されてしまう。誰のことを一番目に愛してるのか教えて、眼差しできたのに体閉じて逃げようとしてる。そう、私は二番目だって分かっているから、知りたいの、あなたは私の全て。一人占めするためには誰ているから、知りたいの、あなたは私の全て。独り占めするためには邪魔する者たち消して、私だけの世界以外誰を殺せば日の名の欲しなものと、手にするものは愛していても愛されていても、でこっから考えないようにするを歌うと、誰が一番愛してるのか教えてほしいって言ってるけど考えないようにするよ。会いたいよ。
と私たちと一緒にいるその時間だけでも十分幸せだから、次にはなっちゃいけない人、あの時自分で決めたのに、あなたのことばかりいつも考えてしまう、感情なんて制御できない、私まで幸せだった、出会いがもしも早かったら逆の立場だったのでしょうか、そんな妄想して余計に辛くなってしまう、未来のカップルだよねって共を祝ってあげられたらいい、醜くはてる私に絶対気づかないで、それでもそばにいさせて、何も考えないでいるから、あなたのことばかりいつも考えてしまう、感情なんて制御できない、人は頭ではなく心で生きているものでしょう、考えないようにするって、苦しい苦しい苦しい、完璧。それでは壇上読みます。13位ケンザンさん、ありがとうございます。12位トマオさん、ありがとうございます。11位ヒロイチさん、ありがとうございます。10位レオナさん、ありがとうございます。9位リエちゃんズさん、ありがとうございます。8位ビルバラさん、ありがとうございます。7位ユコリンさん、ありがとうございます。6位きっともえラインポキポキ木曜日さんさん、ありがとうございます。5位ブッチャーさん、ありがとうございます。
4位カズさんありがとうございます。3位山有さんありがとうございます。2位ハマッピさんありがとうございます。1位マコイモさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。ずっと見てて。もしかして最近世の中あります？イエーイ。ぜひラーメン部の X のアカウントを見てください。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。おやすみ、ごきげんよう、バイバーイ。